どうも、サボです。買ってきました。クリアとこれ2本、あとはラインテープですね。金と黒。やっぱりタンクはこのラインだけじゃ寂しいじゃないですか。なんでヤマハのステッカー買ってきました。早速作業進めていきましょう。暑いな、今日雨なんだけど。ジメジメしてて、お髭剃ってないからあまり顔出したくない。今まだ5月だっていうのに30度いきましたからね。この間こんなにしようかなっていうのはイメージできてるんで、とりあえずラインテープを貼ってきます。そうだ、思い出したぞ。このラインテープちょっと太いからドライヤーで温めないと曲がんねえんだ。テープ貼る作業とかすげえ緊張しますよね。でもこのヤマハのステッカーもこっちにもう貼っちゃいます。てかもうこっちをまず片面をまず完成させてからもう反対側やらないと、まあ、基準ができないんで。やっとここまで行きました。あとヤマホを貼るだけ。クリア踊っていきたいと思います。うっそー、マジで。いやー、ダメだ、なんでだろう。ダメだ、もう縮れちゃいましたね。こっちなんか、あー、こんなんなりました。ちくしょう、マジか。
なんでだろう、昔やったときは、なんなかったんだろうな。マジか。くそー。もうダメです、ダメ。もう今回の塗装は失敗です。ちょっと、だいぶ手間ですけど、また剥がして、色変えますわ。マジか。時間がかかる。剥がれる、剥がれる。剥がれるぞ。剥がす、剥がす、剥がす。というわけで、まあもうとりあえず塗装を剥がすしかないんで、今日は一旦これで終わりですね。また来週っすわ。もう休みが少ないとね、もうほんとトラブル起こすとすぐこういうこと、また来週来週ってなるからな。それが嫌ですよね、ほんとに。でも頑張っていきたいと思います。とりあえず、まあ、サフェまでは塗り終えたんですけど、まあ、色を塗る前にもう先にタンクの中仕上げちゃおうかなと思います。タンクのコーティングかけちゃいます。よし、錆びちゃったな。ダメだ、もう一回サビ取りやんないとダメですね。じゃあしばらくこのまま置いておきたいと思います。なんか少しぐらいの錆びは大丈夫だっていうことなんで、もうこれでいっちゃいます。で、すごいなんかギラギラしてますね。メタリックっぽい感じです。 OK、 ほらよ、
これまた再利用できるんでシンナーで洗っちゃいましょう。よし、こんな感じですね。雨すげえな。ああ、ピントまで。よし、そしたらタンクの中はもう硬化したんで脱脂して塗装の方に入っていきます。よし、じゃあ色を塗っていきます。いや、なんかボツボツができたんでそれを消そうと思ってガッツリ拭いたら垂らしてましたね。いや、とりあえず硬化した後またペーパーでトイレ鳴らします。今日はここまでや。急にこのカットになってごめんなさいね。いきなりこういう状態になってるからびっくりしてますよね。ちょっと赤のタッチペンがガレージに残ってたんで、もう完全お遊びで血をイメージして描きました。ちょっとなんかやばいタンクみたいになってるな。塗装はウレタンの方がいいっていうことなんでウレタンクリア塗ってみたいと思います。すげえな、中で2剤になってるんですねこれ。シリコンオフ買ってみました。今までねずっと脱脂はパーツクリーナーでやってたんですけど、どうなんだろう、こっちの方がいいんかな。吹きつけて灯油癖。やっぱりウレタン半端ないな。光沢がすごいけど、ここ垂らしてしまいました。後でペーパー当てないと。うん、いい感じ。左右にある、ステッカーとあとはタンクキャップ。
血が溢れているぞ、このタンクから。事件だな。一体何を燃料に走ってやがるね。そんなジョークも入れて行きました。バッテリー生きてるかな。なんか位置が微妙。まあ、いっか。これね、左右合わせるのが大変だよね。どうもご視聴ありがとうございました。なんだかんだで状態のいいタンクを買うのと変わらない値段がそれ以上になっちゃいましたね。コーティング剤とか、塗料とか、いやいい勉強になりましたよ。高い金払って、まあこれでとりあえず、まあ、燃料が漏れないかどうかっていうのも、まあ、ちょっと様子見ながら、やっていこうと思います。今日は雨なんで、走りに行かないんですけど、これでテスト走行して何も問題なければ、まあ、元ブログ的なものも次はやってみようかなって思ってます。いやー暑い。まあこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。